ただいまから戸田新海魚大学を開校いたします。今日はですね、皆さんぜひそういった戸田の魅力をですね感じていただきながら、楽しい一日をね過ごしていただきたいと思います。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもこんにちは。楽しんで帰ってもらえればと思います。ココリコ田中と申します。よろしくお願いいたします。こんにちは。今日午後まで目いっぱいこの今日のこの新海魚大学学んでかつ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はすごくワクワクしながら参加させていただいてますので、皆さん一緒に楽しませていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。講師の皆様、今日は一日よろしくお願いいたします。お願いします。この15、16年の間にやってきた業商会社を紹介させていただきましたので、そういったような歴史の街で変えたい世界です。さらにどん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 上に海水が乗っかっていくので、例えばこの海なんですけども、実は、ほとんどが深海です。深海のところになっています。ところが海水、それのほとんどを見せて東南アジアのジャングルで、ここからはいくつですか？5体。どっから来てくれましたか？日本。香川県が始まるということですけど、深海類になっている圧力の話です。一切手を使わずに、圧力だけで潰します。ちょっとね、これ慎重を要する実験なので、今静かにして静かにして、大丈夫。先生がお二人でどうするんですか？静かにしてください。先生がガチハンじゃないですよ。お願いします。空気がなくなるだけじゃないよね。中の空気を吸い出すと周りにある空気が押し付けて、その力でペットボトルが潰れた。胃袋の中にドクロ巻いてるような、そんな表現を含めてますから。あ、そうですか。200メートル深いときはもう全く光がない。いやでもね、結構ね、青ですね。見てみたいですね。自分のシルエットをごまかせる。確かに。そうすると食われにくくなる。あ、光らず。光らず。正解はこれ。おめでとうございます。なんか、世界を分かりやすく、見てると考えていいと思います。それはもうあくまでも人が持ってる実際と、やっぱり生き物というのはもう当然目を使わなかったりする生き物ももう出てくるので、もう全然目が退化して見えていない生き物もいます。